こんにちは。皆さん、下ごしらえで出た野菜くずをどうしてますか？植物や果物にはファイトケミカルという成分があって、それが人体にいい影響を及ぼすみたいなんです。今回の動画はこの野菜くずを有効活用していく動画です。まずはじめにやることは野菜くずを集めていきます。僕はこのジップロックとかに入れて冷凍保存していきます。凍った野菜くずを手で揉んだり、こういった棒で叩いたりして細かくしていくと収納スペースを確保できます。今言った作業を繰り返していくとこうなります。ファイトケミカルを取り出すにはある程度の野菜くずが必要になるので、頑張って貯めてみてください。野菜くずを煮込むことによって野菜から出汁が出て、その中にファイトケミカルを含んでいるみたいです。では早速始めていきます。次に水を注ぎます。あとはひたすら煮込んでいきます。煮込む時間や火加減はその人のフィーリングで。十分煮込んだと思ったら火を止めて、次は熱を冷ましていきます。しっかり冷えました。見てみましょう。できてますね。そしたらこの野菜だしをこちらの道具を使ってペットボトルに移していきます。こんな感じで移していきます。お玉ですくえなくなってきたら、腰布などに野菜くずを包んで絞ったやつを別の容器に移してください。絞り取ったら先ほどと同じ手順でもう一度入れていきます。野菜だし取り終わりました。ご覧ください、こちらです。無色透明だった水がこんなに色づきました。次回の動画ではこれを使った料理を紹介したいと思います。本日の動画は以上です。チャンネル登録・高評価の方お待ちしております。それではまた。